なんか奇跡が起きて。お腹いっぱい。よろしく頼む。なんか去年もここ通った気がするんだけど。いいなあ。ねえ、同じことするのやめな。鮭かよ。毎年同じところで産卵する鮭かよ、私は。え、油乗ってんぜ。うわ、また見つけちゃった。幸せが詰まってる建物。この世の中で一番幸せ詰まってるコンクリートだよね。この中でみんなね、結婚式あげるわけでしょ。お、なんかだいぶ調子どう？なんかマンションかな、分譲マンションができるっぽいね。いい天気だね。秋晴れや。常さんっていうね、新潟の、 あの歌手の方がいるんですけど、どんな言葉でも中国語っぽく聞こえるっていうね、なんですか、魔力能力を持っていて、椅子とかだと、いい、すーとか言ったりすんの。あとは帽子だと、帽子やみたいな。これ常井さんの技術なんですけど、だから秋晴れも中国語っぽく言うと、秋晴れやです。常井さんマジすごいから。YouTuber チカポン、キスマーク疑惑。この一件により全世界のネットは大混乱に陥り、円相場は大荒れ、大変な事件になったとさ。なんてね、イエイ。汗やばい。雲の安らぎて。僕はね、本当に好きなんだ。失礼します。じゃん、すごい綺麗。どこで食べようかな。なんかみんなさ、 YouTuber さんって今あれでしょ、ミタオナズの月見食べてるでしょ。私はあえてモス行かせてもらいます。え、初めてかも、モスの月見食べるの。よっこ、え、待って、びっくりした。私から湯気出てるのかと思った。あれじゃん、進撃の巨人のアルベルト。テレレテレレテハ。TikTok 撮ってる。あれな、めっちゃフリコって。品の川でもいっぱいいるのね、TikTok か。うまっ。なんかね、ソーセージがプリプリで、ね、なんかソースがね、入ってる。しやった。結構あれかも、ピリ辛めかも。ちょっと待って。ここのシーン何も思い浮かばなかったから、みんな時間指定してコメント欄で遊んでくれにゃい。あ、すごい半熟だわ。なんか毎年さ、月見に対してなんかこうプレッシャー高くなってない？企業さん大丈夫って思う。あ、最高。あ、幸せ。あ、なんか CM 来ないかな。やっぱモスだね。君と私とモスと違う人。私とモスと私と足と。何してんの、マジで。よろしく頼む。じゃあ、フリコーピ、めっちゃフリコーピ。ごめん、あぐらかいてるわ。うん。こんちゃこんちゃ。ここで、おいらから告知があります。9月29日木曜日19時30分から、スタヤ書店新潟バンダイ店見返しアラウンジにて、トークイベントを行います。チケットわずかなので、ぶっちゃけ、ぜひ来てほしいんですよね。あとは10月9日。日曜日の夜、ぶっちゃけ、新潟でライブがあるんですよね。詳しくは、概要欄にこすりつけておくので、見てほしいんですよね。はい。ピーリカピリガラトトリナペペルと。はい。ほんとさ、今回さ、あれ入ってたんだよね。枝豆フライみたいなやつ。食べたことある？
うん、うん、急に話変わるんだけど、友達とね、まあ旅行に行ったんさ。で、温泉入ったの。そしたらさ、これみんなの意見聞きたいんだけど、温泉施設入ったらさ、まあ人が裸になってるわけじゃん、当たり前に。ほいで、気になるからこうチラッと見ちゃうことはわかるんだけど、すっごいその日ね、なんかチケット払いましたかってぐらい、私と友達の裸体をね、すごい他のお客さんに見られたわけ。で、まあ正直、こんなこと言いたくないけど、やっぱこう、私人よりもね、ガリガリだから、なんかすごい、まあ見られてるのかなと思ったんだけど、その友達、普通にキャシャな、スレンダーの子なんだけど、その友達と別々の行動になった時も、友達単体でもガン見されてたんだって。で、それどう思う？だから、体型が珍しいとかじゃなくて、そもそもそういうふうに見る人たちだったの。そこの温泉にいたお客さんがね。やっぱ常連さんだと思うんだけど。どう？みんなもそういう経験ある？あと、コーンも入ってるの。美味しい。うんうん。本当にね、なんかこう、チラッと見ちゃうの分かるじゃん。こう。みたいな。うん。なんだけど、もう本当にね、コシコシみたいなぐらいガン見しててさ、うん、全然、うん、減るもんじゃないしと思うけど、ちょっと嫌だよね。だから3パチぐらい取ればよかったわ。S 席の母船だからねみたいな。そう、すごい温泉自体は良かったんだけど、なんかそれがすごく悲しかった。これはでも男性とかもあるのかな、そういうの。わかんないけど。うん、うん、うん。よろしく頼む。あ、いや、この間、幕張でイベントをさせてもらったんですけど、来てくれたみんなありがとうね。その時に、幕張だから、東京駅から、地下のやつ、あれ、京葉線かな？行く途中に、京王線行く途中すごい長いんさ。で、なんか、ね、外国の方、アジア系の方のカップルがいらっしゃって、歩いてたんさ、二人で。だからなんか、の男性、多分彼氏だと思うんだけど、後ろからこうなんかハグみたいにして、なんかイチャイチャしながら歩いてたの。まあ別に私はちょっとこう、微笑ましいななんていうふうに、チラチラ見て、で、携帯も見て、業務連絡返しながらこう、あわあわして歩いてたらさ、これわかんない、英語なのか日本語なのかわかんないんだけど、長谷川ってずっと言ってんので、なんかやめてみたいな感じで、なんかもうでもそのまんざらでもない感じ、照れてる、やめて、やめてよのやつ、うん、長谷川長谷川って言ってんの。これは私の空耳なのか、彼の名前が長谷川なのか、ちょっと今までにわかんないんだけど、でも長谷川みたいな、こういろんなね、テイストの長谷川という言葉を聞いて、まあ、面白いなと思ってたら、なんか急にちょっと雰囲気が変わりだして、まあちょっとしつこいってなったんだろうね、女の子が。もうやめてみたいな感じで、長谷川ってちょっとこう怒りめの長谷川が出てきて、で最後にすごい怒りマックスの感じで、長谷川挟め、よろしく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 頼む。完全なる長谷川からの長谷部だったの。あれ何だったんだろう、分からなかった、いますか。うん、うまっ。これあれね、お子さんが好きな味だね。あ、びっくりした。あれ、ファンタスティックビーストの枝の妖精みたいなのが来たのかと思った。なんだっけあいつの名前。ハセベでいいか。ハセベ。あ、落ちちゃった。ファンタスティックビーストマジでかっこいいよね、あの俳優さん。東進撃のチャンミにそっくりな俳優さん。なんてお名前でしたっけね。すごい好き。ハセベと無邪気に遊ぶチカポン。二人の顔には自然と笑顔があふれ。
Thank you and goodbye, Hasebe. チャンネル登録よろしく頼む。なんでその奇跡が起きて、今日お仕事してた時に夜友達と会うってなって、上野でね、いつも友達上野来てもらって本当ありがとうね、みんな。なんだけれどもマスタード、上野のさ、なんて居酒屋だっけな、忘れちゃった。とりあえずその友達がタバコ吸う子だから、あの友達タバコ吸えるとこっつって入って、でなんか上野視聴者さんいるかなみたいな、その友達 YouTube めっちゃ見てくれる子でさ、シュッ、うまっ、視聴者さんいるかななんて言いながら居酒屋2階ね通されて、店入って着席した瞬間に隣のお客さんから「チクポン!」って言われてさ、奇跡じゃない？すごいよね。え、泣き出しちゃってさ、その方、本当ありがとうございます。お名前も聞かずに去ってしまった。動画で話していいですよって言ってたからお話するけど、で、マッチングアプリで会って2回目のデートって言ってて、で、男性の方ともちょっとお話させてもらって、すごいね、あの、愉快な方で、あの、T シャツにホッピーって、シュプリームみたいな感じでホッピーって書いてあった T シャツ着てて、すごいよね。で、写真も載せてって言ってくれたから、こちらです。はい。ありがとうございます。見てますか？もう美しい涙を流してくださって。こんな奇跡あるんだなと思いました。でもありがたいよ、本当に。なんか上野でおすすめのスナックありますか？もしよかったら、あの、BBS に書き越してちょりー。おいしい。あの、なんだろう。チャンネル登録よろしく頼む。我ら友情永久不滅なんですよね。カニこの間さ、聞いて、あの皆さんご存知の小畑さん、私1個上の先輩なんですね。でこの間ご飯、新潟でご飯行かせてもらって、その時に小畑さんがそのままご飯屋さん出て、ちょっとしたら急になんか携帯に向かって喋り出してさ、え、あ、こんな感じでインスタライブするんだ小畑さんと思ってチラッと見たら、画面になんと驚きのあの、小栗旬さんがいてさ、小栗旬さんと電話してたわけ。しかも、ビデオ電話な。マジビビってさ。で、普通になんか、ああ、久しぶりです、みたいに言ってんの、おばたさん。ほんとすごいなと思って。ね、だからおばたさんが、あ、これ俺の後輩ですって言って、紹介してくれて。で、右矢印、みたいな。コミュ障が出ちゃって、ね、よし。何をち迷ったか、画面に向かって、ごちそうさまですって言ったら、え、何もごちそうしてないキロって言われちゃって、あ、やばくないって。びっくりした。ここごちそうさまですって言って。すいません。だから今、こうやって、皆さんに、私が小栗旬さんのお話をすれば、観察小栗旬さんということになります。感謝しな。本当に感謝しなければならないのは、おばたのお兄さんさん、そして、小栗旬さんです。Thank you, and Makino, Obata-san, Oguri-shin-san. 仕事だ、これから。化粧しなきゃ。